今まで生きていて、この少女の写真をどこかで見たことがある人もいるだろう。この子の名は石井舞さん。当時7歳だった舞さんは、1991年7月24日夜、福島県の自宅で就寝中、突然姿を消した。令和になった現在も見つかっていない。一応犯人らしき人間の目星はついているものの、決定的な証拠はなく、ほぼほぼ迷宮入りしている事件である。事件当時一体何があったのか。石井舞さんの家には両親兄弟の他に祖父母やめいとその彼氏も住んでおり、舞さんも含めると一つ屋根の下に9人も住んでいた。しかも舞さんが行方不明になった日には、母親の友人の娘2人も泊まりに来ており、10人以上の人間がその日は家にいたことになる。これだけの大所帯の家だけあって、少し複雑な作りになっており、1階と2階それぞれに玄関があり、2階は事務所にもつながっていた。そして事件の起きた日夜9時半ごろ、舞さんは泊まりに来ていた母親の友人の娘2人と2階にある両親の寝室の隣の部屋にて3人で就寝。10時半ごろに舞さんの母親の芳子さんが舞さんの寝ている部屋に行き、子供たちにタオルケットをかけ直してあげている。つまりこの日の10時半ごろまでは舞さんは確実に部屋の中にいた。子供たちが寝たのを確認した芳子さんも自分の部屋で就寝。そして翌日、子供たちの声で悲劇が始まった。翌朝早朝の5時20分ごろ、子供たち2人が舞ちゃんがいないと声を上げて起きてきた。この声を聞いてすでに起きていた舞さんの父親の健一さんはすぐに辺りを探した。次々に起きてきた人たちも異変に気づき、一斉に探したが見つからない。そして6時には警察に通報した。警察はすぐに捜査員を導入し、舞さんの学校関係者も合わせて大規模な捜索が行われた。行方不明になってから1ヶ月間、4000人近い捜査員で舞さんの自宅を中心に半径6キロもの広範囲を捜索。近くの山林や池、工事現場やマンホールの下など子供が隠れられそうな場所は手当たり次第探した。しかし舞さんは見つからなかった。それどころか失踪の手がかりとなるような物証や証言すら全く見つからなかった。ここで自宅にいた人の行動を整理してみる。舞さんを最後に確認した母親の芳子さんは、子供たちにタオルケットをかけてあげた後、1階で玄関のドアがバタンと閉まる音がしたことに気づき、外を見た。すると父親のメイの彼氏である玉川和也が外に出ていくのが見えたという。この玉川和也という男、舞さんの父親の健一さんが経営する建設会社の従業員であり、メイの恋人だった。つまり和也はこの家にいる大人の中で唯一舞さんと血縁関係のない他人である。和也は7月24日の夜10時過ぎ、友人と遊びに行くために外出。着替えのために一度戻るが、夜10時30分頃にまた出かけていった。この時1階の玄関の鍵はかけていない。その後自宅の南側にある公衆電話で友人と電話。この時の姿を芳子さんは目撃している。その後友人と会うために郡山に自分の車を使って出かけようとするが、車のバッテリーが上がっていたのかにエンジンがかからなかった。辺りをブラブラしてもう一度車のエンジンをかけようとしたものの、やはりエンジンはかからず、郡山への終電はすでに出ていたため、和也は夜11時ごろにタクシーで郡山に向かった。友人に会いにタクシーに乗って郡山まで向かったが、その友人は現れなかったようで、デパート前のベンチで一晩を過ごしたという。そして翌朝の5時48分の郡山発の始発電車に乗って6時30分に自宅に戻ってきた。冷静に考えて自宅の中で起きた事件であるため
自宅の中にいた人間が犯人である可能性は高い。そう考えると他の人たちは日常的な生活をしているが、一人だけあまりに怪しすぎる行動をしている人間がいる。玉川和也である。玉川和也は夜10時半に鍵をかけずに外出したり、自宅からタクシーで8000円以上もかかる郡山に友人に会うために行っている。しかも本人曰く友人は現れず、デパートの前のベンチで一晩を過ごしたという。和也は当時22歳。夜中に遊ぶのはわかるが、8000円もタクシーでポンと使うほど裕福ではない。しかも友人は現れずにベンチで一泊したというのは、あまりに常識外れな行動と言っても過言ではない。これらの不審な行動から和也は警察に拘留された。警察が2週間ほど取り調べしたものの、怪しい行動をしていたのは確かだったが、舞さんの失踪につながる何かは出てこず、結局釈放されている。釈放された後、恋人であるメイと遊んでいる時に警察が舞さんを捜査しているところを見て、今探しているところに舞ちゃんなんかいないと発言。まるで舞さんがどこにいるか知っているかのような発言に恐怖を覚えたメイは、これをきっかけに和也と別れている。また和也は健一さんの会社で働いていたが、健一さんとの仲はあまり良くなかった。しかも和也は事件のあった7月24日恋人であるメイと一緒に旅行に行く予定だったが、健一さんが仕事を割り振ったせいで泣く泣くキャンセルしている。楽しみにしていた旅行を健一さんのせいで不意にさせられたことに恨みを持っていてもおかしくはない。健一さんは玉川和也が犯人とみて、会社を畳んでまでして和也を監視し続けている。そもそも警察から和也が釈放されたのは、タクシーで郡山まで行ったのは事実であり、郡山のデパートのベンチ前にいたことも事実だったことが、証言や監視カメラから明らかになったからである。明らかに不自然な行動であるが、和也の証言に間違いはなかった。監視を続けたものの、和也が犯人である証拠は見つけることはできなかった。舞さんが連れ去られたと思われるタイミングは、祖父母がちょうど席を外しており、父親と兄弟は就寝、母親が入浴していた時という、あまりにも絶妙なタイミングだった。このタイミングを見計らえるのは、自宅内部にいた人間にしか不可能である。こうした状況から見ても、当日犯行が可能で、なおかつ動機らしきものがあるのは、住み込みの従業員の玉川和也以外はいない。とはいえ、事件解決の糸口すらつかめず、2006年7月24日に時効を迎え、福島県警察の捜査本部も解散。現在も未解決事件のままとなっている。しかし現在も福島県警は石井舞さんに関する情報を募っており、情報提供を求める公式ウェブサイトも公開されている。もし生きていれば40歳近い年齢になっているはずの石井舞さん、平成初期の事件であり、人々の記憶から薄れてきたが、ネットが普及し昔の情報に簡単にアクセスできるようになった現代で、何かしら事件のきっかけがつかめる可能性もある。事件を知る人間を一人でも増やし、どんな結末であろうと石井舞さんの手がかりを見つけられるように尽力したい。